ついに5連敗。そして3位。まずいっすなぁ。せめて3位には入らないと CS いけないから。もう勝てないから。遊ぼう。原さん。励ましてくれ。ああ、まあ、長いとね。うん。そういえばこの前服ずっと一緒やからって言ったから服を買いに来たんか？ロサリオに似合いそうな。カーボーイとか似合いそうやけどな、ロサリオは。野球選手って普通のサイズがなかなか合わない。ロサリオはもう普通の野球選手でもない。特別なサイズがいる。お尻がすごいもん。彩香と一緒にショッピングを楽しんだ。何楽しんどんねん。奮起せえよ。あ、DeNA と3連戦。これは勝つしかない。2連勝しとんかい。てか、大山はどこ行ってん？なんでサードに大山じゃないんだ？今永の球威が。綺麗に落としてきました。うん。前も見たな、これ。やるやん。やるやん。最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいです。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうです。打った。よし、なめるなよ。いける。やめとこ。あが崩壊しとる。チームが崩壊しとる。では今永に完投される。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。アウトロー空振り。うん、正面か。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合ゲームセット。ピシャリと3人で締めました。うん、1位は諦めた。1位は諦めましょう。わあ、なえるなあ。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。いや、諦めろ。打ちました。ゴミ。ショート取った。一塁送球。アウト、ツーアウト。カーブだけやめて。やめろって。変化球で空振りを取ります。はあ。ベイスターズが見事勝利を収めました。3位も危ないんちゃう、俺。ベンチやろ、知っとんねん。もう青柳頼む、連敗ストッパーになってくれ。よし、いいよ。ちょっと取るわ。打席には青柳楽にする。よし、ストレート打っていった。ワンバウンドヒットになりました。オッケーオッケー。今日の仕事は終わり。絶対に勝ってくれ。頼むぞ。さあバッターはロサリオ。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。うわ、行ってもよかったな。ストライク。外れましたか。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。流し打ち。打ちました。ロペス。一塁そのまま入ってアウト。頼むよ。ほい。ほい。よし。残念ながら。なんとか連敗ストップ。
か。クーリー、弾丸ライナー、久々に打ったな。懐かしい手応え。確かに速い打球。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。あんなボールを素手で取りに行こうとしている女性がいる。怖いもの知らず。を放っています。タイガースダブルプレーでランナー初球。へえ、これはどうだ。一塁アウト、スリーアウトです。手が止まれへんな。ちょっと。おい。いらんねん。盛り上げんでええねんて。今日はホームでいます。ワンボールツーストライク。バットに当たりません。そう。うわ。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。ちょっと待って。うわ、やばい。0.5 ゲーム差、4位と。CS にも出れない可能性が出てきた。まずいな。ツーシームか。ヘイ！点取ってくれ。よし。バッターボックスには3番ロサリオ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっと…うわー、フェアか。この当たりはどうか。いいよ。レフト線を深く破るヒットになりました。これでマルチヒット。ノーワンです。振っても無理あれ。よし。残念ながらカープ敗れてしまいました。雨が降り始めています。いいね。いや、いいよ。ちょっともう…よし、そのまま、OK、任せてくれ。絶対に打つ。カープ勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあここは相手の裏をかくような配球で攻めたいですね。なるほど、そうですね。しかし大瀬良、そんな簡単に打てない。こういった場面でも落ち着いてますからね。抜けて、かーっ。ツーアウト、ツーアウトランナー二塁一塁とかあっています。くそー、カットボールか。いいよ、ふっ。入れたい。今日は代打で途中出場。追加点を入れたい。フランスは。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。チェンジアップのフランスは。まあここは注意していかないといけませんよね。なるほど、そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った。上がんな。打球が上がらない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。点を取ってほしい。ツーアウトランナー三塁一塁。これで一塁三塁。お願いします。ここからどう動いてくるでしょうか。よし、そのまま、オッケー。カープ痛い敗戦となりました。いいぞ。情報拡散、指導力、あ、こういうランクが上がると起用ランクが上がりやすくなります。ちょっと矢野監督に直談判しに行こう。レギュラーにしてください。そうなんや。マウンド上はカフ、そしてキャッチャーは中村。このバッテリー、まあ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 、2球目打ちました。ヒットになった。タイガースチャンスになりました。ワンアウトランナー、追加点。ああ、うわあ、うおお。まあまあまあ、カフまずは先頭バッターを三振に仕留めています。こういう人が多いな。あかん、ダメだ、もうダメだ。打順は3番ロサリオ。ボコボコだ。マルチアンダーを、完敗だ。まずい、4位になる。いや、もう待ってたよ。
ロサリオもう泣いてるやん。泣いてもうてるやん。目つぶりながら涙流してるやん。早速交友が効いたな。もっと早めにやっとけばよかった。ただ監督がうつむいてる意味がよく分かれへんけど、なに、人質でも取られてたんか。ロサリオをレギュラーにしたらこの人質がどうなってもいいのかみたいな。その人質が解放されたんかな。いや、よかった。ちょっと遅いけど。そんなに直談判が効いたんか。ロサリオの目はマジやったからな。よし、ついにレギュラー。すごい終盤戦で。よしよしよし。レギュラーになったロサリオは一味違う。うわぁ、まっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク。うわぁ、翻弄されてる。だろ、打席には3番バッターロサリオ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。切れるか。入りました。しかしすごい弾道やな。ポール直撃。ちょっとどころじゃないやろ。こんな弾道見たことない。おほう、ギリギリ。ああ、オッケーオッケー。返したい、このランナーを。糸原、歩いて返すわ。先制のチャンスです。危ね。バッターのロサリオ、今シーズンの得点圏打率は3割4分。走れ。ストレート打っていった。これは大きな打球。これは破っていきそうだ。センター深いところ破っていきました。ボールは中継。よしよしよし。タイガース、はいはい、打ちます。繋がらなかったですね。絶対に打ちます。なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には3番ね。バレンティンがライト。オッケー。バッターランナーは2塁到達。いいよ。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。まあ、こうなってくるとね、チーム全現役の時も現役でか。実際もああいうバッティングができたらな。よし。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点。うわー、やっぱり打とう。バッターボックスは3番ロサリオ、ロドリゲス。まだ当たりがありません。ツーアウトランナー1塁です。なんだそのボール。あら、詰まってる。これはどうか。アルモンテが抑えて3アウトチェンジです。なあ、ドラゴンズが見事勝利を収めました。里崎さん、チャンス、先制のチャンス。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあ、この場面でバッターボックスには3番のロサリオ入っています。よし、近本なら帰れる。お、大島さんが。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。好走塁。タイガース1点。ここが必要ですか。いや、これやっぱね、味方が早いんだよ。早い。とにかく我慢ですね。我慢のピッチングですね。そうですよね。我慢の二文字頭によぎる。そんな投球できるんでしょうか。俺も我慢してきた。レギュラーになれないという我慢をしてきた。そう簡単に負けるわけでない。進化、カーブを当てた。ワンアウト。カーカー、どうなってんだ。打ち出したら投手が打たれるというコナミエフェクト。初球打ち、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。中日に勝てないな。わ、巨人戦か。ゲーム差はどうなった？だいぶ開いたな。マジック1やん。ゲーム差がすごい開いた。5試合。あと5試合しかない。5連勝しよう。5連勝。